皆さん、こんにちは、マーティン。強みのあるキングタクです。自分の強み、いろいろ勉強しましょうか。はい。確かに、言い争いとか、癒しとか、ヒーローインタビューでも強みとか、いろいろありますね。つまり、どんなことがあるのか。好奇心、学ぶ意欲、創造性、全体を見渡す力、柔らかい頭、誠実さ、熱意、頑張り続ける力、勇敢さ、勇気、愛情、人と関わる力、思いやり、公平さ、チームワーク、リーダーシップ、広い心を許す心、自制心、 資料の深さ、包み深さ、謙遜さ、あ、謙虚さですね。感謝、希望、ユーモア、見えるない力を信じる心、美しさを感じる心、いろんな強みがあるからこそチームワークなんです。はい。確かに必要なものもあるんですね。はい。アイディアを出すことで、はい、いいところと悪いところあるとは思います。失敗は成功のもと、このことわざ、ご存知かなはい。だから強みを感じるというわけです。 頑張りましょうみんなではい。というわけで自分の強みについてでした。バイバイ。